こんにちは、佐久間です。今回のゲストは前回樋口くんからのご紹介で、長沼健太くん99期です。長沼くんも来てるということなんですけれども、どこかで乗ってるのかな。あれ、あそこでゆっくり乗ってるのが長沼なのかな。あいつ、この格好なんだ。長沼、それ裸じゃねえかお前。書いてますって今流行りのやつやっていただきましたけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします見せますね。いや、もう今日はインパクトを与えようと思って、あれじゃないの、一番インパクトがあるあれかもしれない、ぶっちゃけ話かもしれないね。本当ですか。そうやって言ってくれれば光栄です。この格好でもう一つモノマネの方を、はい、じゃあやらせていただきたいんですけど、皆さんもう少しお付き合いください。じゃあ何のモノマネを。一応自分の兄弟子になる96期の内藤さんのモノマネを。ああ、前回の樋口つながりで、樋口のシリーズの第2弾ってことで、はい、まあ樋口が言うには長沼の方がクオリティ高いということで、早速ちょっとやってもらおうかな、はい、じゃあどんな真似を。まあ、せっかくなんで内藤さんがまくりに行って左重心になって裸に見える瞬間のモノマネをしたいと思います。じゃあよろしくお願いします。はい、いきます。あれ、履いてますか。履いてますまだあります。あ、じゃあ今度その左重心を直しすぎちゃって右重心になった内藤さんのモノマネをします。じゃあお願いします。あれ、裸履いてます次はその右重心を直してセンターが出た内藤さんのモノマネを。じゃあ結局真ん中になっちゃったみたいな意味ねえなみたいな、はい、はい、じゃあお願いしますあれ、履いてますか。履いてますバッチリだな。はい、ありがとうございます。内藤も喜ぶと思うよ。そうですね、はい、左って右って真ん中、はい、今やっとセンター出てますじゃあ次回の内藤は注目だね。そうですね、はい、じゃあとりあえず着る。はい、じゃあちょっと着替えさせていただきます。少々お待ちくださいそろそろ着替えてきたんですよ、長沼。はい、どこ。あら、同化してるよ。着てる。安心してください、着てます好きだねそれでは改めまして99期長沼健太君です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう汗だくになっていろいろやってもらって、もうネタ見せありがとうございます。いやいや、もう光栄ですじゃあまあちょっと真面目な話、はい、もうデビューして何年。デビューして今ちょうど5年目です。こう練習はほら街道ウェイトバンクとかそういう割合で言ったら一番何が。まあ、街道とパワーマックスが半々ぐらいで今、はい、やってます。パワーマックスはやっぱこう数値が出るから数値を気にしたり記録をつけながらみたいな。そうですね、はい。じゃああまりバンクは入らない。バンクは競争前とか、うん、あ、調整でね、はい、あと師匠にバイクで引っ張ってもらうときに、はい、入ります。あの師匠は誰。師匠は44期の飯田義弘さんです。飯田義弘さん、どう、あの、おかない。いや、すごく優しい師匠だと、はい、思います、はい。まあ、世界戦にもね、ロードで出てるぐらいはもうそういう知識も豊富だし、はい、そうですね、結構お酒の方も好きなので、まあ、飲みにみんな同門で行ったりとか、はい、楽しい時間を。同門は誰なのかな。そうすると同門は97期の近藤さんと96期の古川さんと内藤さん。なかなか個性派揃いで。そうですね、まあさっきねモノマネしてもらった内藤くん、もう近くで結構見てるんでまあなんかまあいろいろあるんですけどまあここじゃできるか分かんないモノマネとか出し切れない。そうですね、はい、まあここら辺で、はい、止めとこうかと海鮮です。引退した選手が女子の分かるんですけど、男子のこっち側で肩こり用のメニュー、腰痛の人はこっち側で。はい、教えて。これなんかそこだけ戻してください。倒してください。肩こり腰痛の人に悩む人が競輪ファンの方にも多いんじゃないかということで、できることがあればと思ってストレッチと、まあ、ちょっと体のご相談みたいなのを
と前の先輩でしょ、もう地元選手に今昔は立川経理に来てね、遊びに来てね。樋口は違うんだよね、師はね。そうですね、はい、樋口くんは師は違うんですけど仲いいよね。そうですね、はい、よく一緒に行ったりはね、はい、練習は一緒にやるの？いや、練習は本当たまにで、まあ、遊びに行くことのが多いです。はい、あれどっちが年上なの？まあ、樋口くんが一つ、はい、自分の上で、はい、今競争で今一番心がけている心構えみたいな、そういうのをなんか気にしていこうだったら教えてくれるかな。自分の力をしっかり出し切れるようなレースは常に心がけてます。緊張する？まだ競争は、まあ緊張は、はい、しますけど、でも今はもうしっかり楽しんで、はい、競輪楽しい。そうですね、楽しいですね。まあ、いいね。自転車やる前って空手やってたんだよね。あ、空手、はい、やってました。極真空手だね、確かにね、はい、はい、ちょっと見せてくれ、ちょっと空手ですか。うん、ちょっとスタッ、じゃあハイキックを、はい、お願いします。はい、じゃあおお、じゃあそれを、はい、ナイトのものまでで、はい、お願いできるかな。はい、顔に注目です。送られない、大丈夫。多分大丈夫だと思うんですけど。なんか足上がりきってなかったね。そうです、多分ナイトさんそういう蹴ったりとかあんまりしない人だと思うんです。いや、股関節や硬いとかじゃなくて、あ、じゃないと思うんです。柔らかいと思うんですよ、蹴り方がわからない。空手は何年ぐらいやつ？空手は9年です。あ、9年も、はい、もうね、極真だもんね。厳しかった？あ、まあ厳しかったですけど、でもなんか寸止め空手とかの方のが結構礼儀とか厳しいと思うんです。はい、じゃあ蹴り方が楽だろ。いや、でも結構似てる感じなんで、はい、まあ楽しんでどっちも。でもまあこう共通する点があって、はい、うん、そういうところで根性つね積み重ねてきて競輪界でも生かしてるというか、今後のこの目標みたいな、まあ今年のまだまだもう今年もね半年過ぎちゃったけど、今年の目標でもいいし、今後こういう風になりたいとか、こういうぐらいの位置まで行きたい、そういう目標があったらちょっと教えて。はい、やっぱりもう競輪選手になった以上はもう S 級でバリバリ戦えるような選手を目指して頑張りたいと思います。それにはやっぱね、まあ、身近にね S 級の選手の近藤もいるしね、まあ、刺激になるでしょ。そうですね、はい、近藤さんが結構こう一丸となってどうもまとめてくれたりするんで、はい、刺激になります、ね、じゃあまあいいとこ吸収して、ね、まあ、たまに遊びもしっかりやって。ファンに向けてその立川走るときに僕はこういう意気込み出しています、だからこういうふうに応援してくださいみたいな、そういうのあったら、ファンの皆さんに一言お願いします。はい、立川は結構成績も地元なんで気合入ってていいバンクなので、まあ発送機のところでケンタと声かけてくれるとちょっと自分もテンション上がるんで、よろしくお願いします。ね、もうケンタと騒いでくれればもうお祭り男なんで、グッとまたテンション上がってね、活躍を期待できるんじゃないかと。では最後になりますけど、長沼くん、次は誰を紹介してくれるのかな。はい、あ、どうも、ちょっと緊張しちゃって古川くんだね。はい、96キロ兄弟子の古川宗幸さんを紹介したいと思います。大丈夫、こんなネタにして。まあ、古川さん、はい、多分大丈夫だと思います。優しいから。はい、じゃあ兄弟子の古川君、弟弟子の長沼から見てどんな先輩でしょうか。うわ、もうなんか本当兄貴みたいな感じの先輩ですね。自分はもう本当に思ってる。はい、思ってます。もう古川さんはもうずっと、もう自分がアマチュアの頃から、はい、近藤さんも古川さんもよく面倒見てもらってたんで、もうなんか兄貴みたいな存在で、はい、そこら辺はよく伝えといて、怒られないようにしとくから。でーん、でーん。じゃあ今日はもうエンターテイナーでした、長沼健太くんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。でーん。
はい。